ゆいの妹のみゆいが教えてくれたんですけど、四条の手っていうところのイオンに来たらトイストーリーのコーナーあるよって、だから来ました、見てください。こんな品揃えのよ、品揃えのいいトイストーリーコーナー見たことない。でもうすでに私カゴごとされてます。あ、入れられました。まず欲しいもあるんって言ったら、うん、これね、いつもこれね、リスナーさんがくれるんですけどね、欲しいみたいですよ。もう絆創膏とね、もう分からんけど、何これ、え、何も欲しい。え、ゆい、なんかポーチ欲しいと思って、なんかな、なんかに入れようと思ったんですよ。待って、ぽい、あ、ぽいよ、コースター、めっちゃ嬉しい。あの、ちょっとカメラマンさん、ゆいちゃんを探してもらっていいですかね。ちょっとね、もうちょっと止めないとね、こんな顔と思ってないから。じゃ、ゆい、ポーチさ、顔と思ってて、見てよ、コースター、安いの、めっちゃいいの、かわいい、ゆいや、かわいい。え、じゃあなんかポーチ中に入れようと思ってっていう、こっちやったか、トイストーリー、もうこのために来たっていう、なんかめっちゃいろいろあるな、あれ、食べたら友達、え、そういうポーチ何でも使うと思って忘れてんだよね。どっち細いこれ。いいやん、あいつあんま好きじゃんから。これでもこれめっちゃ良くない、こうの後継でできたら持ってきた、こっちはもう持ってんねんな、ゆい、おもちゃにも他の生き方があります。どうこれ、これてか、あのバスの通る、かわいい、これ欲しいね、寝るときに、寝るときに、寝るときに、その前からの枕のカバー、トイストーリーやねんか、もうええやん。いや、その上にこう、赤ちゃんやん、え、これ後ろもあるよ、めっちゃかわいいやん、すごい、1200円するねん。いいよ、これまだほら5000円しかいけないから。いや、ちょっと待って、言ったら、ポーチ欲しいって言ってたよ、何に使ってないか、気使うのないわ、ポーチって言ってたよ。家帰って、あ、最悪や、取っといてよかったってなって。トピコゲーム。うわ、うん。え、これは？え、それは見ないです。なんでさ？見すぎや、ロッドもな。分かってるけど見ないです。あ、そうか。こんな見出したらあかんわ。僕が揃ってるさ、トイストリーの店、どうも、ウッディです。いらない、もういいよ。これ何、醤油入れたら怖い。これはいいわ。ゆいほんまにポーチ欲しかったけど、何か忘れた。これなんか欲しいんだけど、これ。家帰って購入する？うん。これも欲しい。てか最近ね、サブちゃんのトイストーリーばっかなんですけど、ここはマジで来た方がいい。やばいな、トイストーリー好きは。これは来よ。これ買うの？今やってる、今。ちょっと見ますね、じゃあみんな来てね、バイバーイ。ゆいさん、開けてください。あ、開けます。あの、ちゃんと座りにならないとお腹が出てますよ。はい、じいちゃんのお菓子ではありません。あの、顔半分もつってません。この辺に座ってもらわんと、すみません。よし、じゃんじゃじゃーん、チスト、ゆい、これ机に飾りまーす。あー、どーん、どんどん押してください、視聴者さん。おっとっとっと、こんな感じで緩いんやね。これ何入れるか迷うねえね、ここ。
消しゴムとか。いや、うん、きびだんごかな。一個ずつきびだんご入れていこう。真面目に答え出してなかった。はい、失礼します。次、絆創膏ね。じゃあ貼ってみたいと思います。いや、いいです。今ちょっと見たいんだよ。あ、見るだけですね。え、ちょっと待って、ごめんなさい。ね、これ気強かな。あ、S サイズとか M サイズとかあったのかな。ごめんなさい、小さすぎ。これ巻かれへん、巻かれへん。一周小さー小さーい。欲しいに小さい。あ、これ絆創膏はこう置いてここに絆創膏もらいます。ちょっとカバンに入れといたら入れちゃいます。あ、こんだけだけじゃカバンに入れておきたいと思います。後ろにありますカバンね。そのままスポッて入れるんで、ここにね入れたいと思います。ラブキー見えちゃいました。日村みたいな顔してるもん。これね、バスボム。じゃあこれは開けてからの楽しみ。毎日バスボム開けてるんでね。あれ、これ見てるだけだったっけ。終わりやん。あとなんかコースター。それはらんのね。5点入ってた。うん、5点入ってた。うん、ちゃんとかな。終わりです。最後ありがとう。いつもトイストーリー買ってくれるカモの友達がいて本当に幸せです。そうです。じゃあ最後トイストーリーでダジャレお願いします。ダジャレ、はい。トイストーリーとイーストーリー。